それではですね、現実的なデータを使って段階機分析をですね、やってみたいと思います。ここで使うですね、データは、ここにあります、5アンダーバー1アンダーバーインカムドット CSV という名前のデータです。これはですね、名前の通りですね、CSV 形式、間膜切り形式のですね、データになっています。ですので、本来のですね、グレーテルの データ形式ではありませんが、えー、グレテルでですね、このファイルを開くことができます。えー、早速ですけども、じゃあやってみましょう。ファイルから、えー、データを開くですね。で、えーまあ、ユーザーファイルを選択します。はいえー、そうするとですね、えー、この income.csv というのが出てきます。もしここに出てこなければですね、ここのところが、えー、グレテルデータファイルになっている可能性がありますので、ここのところをですね、csv 形式ですね。えー カンマ区切りテキストファイル。これにですね、書いてやるとですね、ここのところに私たちがですね、使いたいファイルが出てきますので、これを選択し、開くをですね、クリックします。そうしますとですね、ここにインポートされたデータは、えっとですね、クロスセクションとして解釈されました。解釈し直しますかというふうに出てきますので、今回はいいえで構いません。いいえをクリックします。ですね。 そうするとですね、CSV データがちゃんとインポートされたという旨のですね、えー、とメッセージが出てきます。はい。じゃあ本当にですね、えー、今インポートされたデータ、どういったデータなのかっていうのをですね、確認してみたいと思います。えっ、ー、と、1から4までをこういうふうに選択した上で、表示かな違うね。えー、データから値の表示ですね。これをやりますと、こういうふうなデータがですね、出てきます。1番からですね、観測値が始まりまして、 一番下は4 3 2 7 4 3 2件のデータが入っているわけですね、えー。具体的にはどんなデータかというと YA 陸っていう、えー、てのがありますけどもこれが就学年数ですね、えー。勉強した年になります。それに対して、えー、インカム、えー、というのはこれ所得になりますね。だから一番目の人は、えー、と9年勉強して、えー、所得がですね100であると。ですね。2人目の人もやはり9だけども、えー、所得は50というふうになっているということですね。 これに行きますと16年勉強した人で150の所得があるというふうなですね、感じのデータになっています。はい、でですね、その横にですね、さらに2行、2列ですね、データがありますけれども、これはですね、それぞれインカムと所得ですね、と、えっ、ー、と、就学年数の対数値を計算したものになっています。 あとでですね、今回の回帰分析では、説明変数、非説明変数に、それぞれですね、所得や、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、就学年数ですか、えー、だけではなくてですね、そのものだけではなくて、その対数値を取ったものもですね、使っていくということになりますので、あらかじめ、このデータではですね、こういうふうに対数を取った値がですね、計算されていると。つまり、えっ、ー、と、これですね、yA が9の時ですけども、9の対数値がですね、2.19で、 100の対数値がですね4.6というふうな形になってるわけですねちなみにですねこういうふうに対数値を計算するっていうのはですねあのグレーテルを使ってもですねできるんですねそれをちょっと簡単にお見せしたいと思います今回所得とですね就学年数の対数値を取りたいので y エリクトインカムをこういうふうにですね選択しますでこのあとでですね追加というふうな メニューがありますのでこれクリックし選択された変数の対数というのがありますのでこれをクリックしますそうするとですね今新しく L アンダーバー YA ク L アンダーバーインカムという変数ができました両方ともですね YA 力とインカムの L ですねログを取ったものというふうにですねまあ覚えてもらえればいいかなと思いますではですねここで計算された2つの変数ですね これらが本当にですね、正しく計算するとかどうかをですね、確認するために、えっと、l インカムと l, と l y リュック、D U c、さらにですね、今計算した2つの変数、これをですね、データとして表示してみたいと思います。えーデータから値の表示ですね、これを選びます。そうするとですね l、l インカムが4.6ですね、それに対して L アンダーバ b ンカム n c も4.6。こちらの方が、えっとですね、グレテルを使って計算したものですね。 同じように LY エリクに対して L アンダーバイエク同じ値になってますよね全てのデータについて全く同じ値が計算されているというのが分かります、はい、ではですねまあ今回はあらかじめですねデータセットの方に対数を計算された値がこれとこれですねもう既に用意されてますのでこの2つはですねとりあえずもう必要ないということで消してみたいと思いますデータをですね削除する時にはまあこういうふうに選んで 右クリックして削除、えー、というのを選ぶのが一番楽かなとは思います。いえー、本当に消していいですかということですので、はい、どっちとおきましょう、はいえー。ではですね、それぞれ今からですね、回帰分析を4パターンやっていきます。1つがレベル、レベル、モデルですね、それぞれの水準のごとで。もう1つがログ、レベル、モデルですね。えー、非説明変数がログ、えー、説明変数がレベルそのもののものですね。 で、次にレベルログモデルですね。非説明変数 y がそのまま、説明変数 x がログを取ったものですね。で、最後にログログモデルということで、説明変数、非説明変数ともに対数を取ったもの。これをですね、使って回帰分析をします。はい、では、まずですね、レベルレベルモデルからいきましょう。ここではですね、えーとまあ、今から4つやる回帰分析では全て、就学年数が 年収に影響を与えるというふうに考えて、会計分析を行います。えー、つまり、所得が非説明変数で、就、えー、学年数が説明変数として、会計分析を行っていきます、はい。会計分析の仕方はですね、もう非常に簡単で、モデルから、えー、通常の最小情報ですね、これを選びます。で、まず、就学年数が、えっ、ー、と、YA 陸でしたね。これが 説明変数ですね。で、それが、インカム、所得に影響を与えるというふうに考えて、回帰分析をします。で、あとはもう OK ですねで。そうしますと、えー、皆さん方ですね、えー、注意して読まなきゃいけないのは、ここの2つということでした。ですね。えー、特に今回は、この傾きのとこですね。えー、これが大事になっていきます。これが23.15という値を取っていますので、えっ、ー、と、この場合は、就学年数が1年延びると、年収が 23万円。なんで万円なのっていうと、っ、えー、と元々のデータの単位が万円だったからですね。えー、同じように、えっ、ー、と、就学年数もですね、これ、えー、年が、年が、えー、1つの単位になってますので、えっ、ー、とですね、この場合は、就学年数が1年延びると、年収が23万円伸びるというふうなですね、関係になっているというのが分かります。はい。ではですね、次に、また次のモデルを推定しましょう。 次は、えーとですね。ログのインカムですね。を非説明変数に。で、えっ、ー、と、Y、え、緑ですね。あ、これも入ってますね。えっ、ー、と、修学年数ですね。これを説明変数にして回帰分析をしてみます。これがログレベルモデルになりますよね。はい。えー、そうすると、こういった結果になります。で、ここでやっぱり見なきゃいけないのは、ここの数値ですね。 これが0.06というふうに、あ、ごめんなさい、0.065ですね。というふうになっていますので、この値を100倍した数値を考えます。ですので、6.5ですね。これは何を意味しているかというと、説明変数が1単位伸びると、この場合は就学年数ですけども、就学年数が1年伸びると、年収が6.5%ですね。になります。年収が6.5%増えると。 いう関係になっているということをですね、表しています。はい。ではですね、続きまして、レベルログモデルをですね、推定してみましょう。やはりですね、通常の最小情報を選びます。今回は、えっと、レベルログモデルですので、インカムが、えっと、非説明変数の方に入ります。で、今度は、説明変数としては、ログの、 修学年数ですので、L Y 氷力ですかね。これを入れるということになりますね。はい、あとは OK ボタンを押します。そうすると傾きのところがですね、297.5という値が出てきました。今回はこれのですね、えっとですね、100分の1を考えます。これは100分の1倍するとですね、まあだい2.8ぐらい。 2.75なのでね、2.8ぐらいになります。ごめんなさい、2.8ですね、2.98ぐらいですよね、になります。で、これは一体何を表しているかというと、今回は、えっ、ー、と、非説あごめんなさい、説明変数ですね。今回は、説明変数が1%伸びたときに、非説明変数が何単位増えるかを表しているのが、いるんですね。これがレベルログモデルですので、このデータでいくと、 修学年数が1%伸びると年収が2.98ぐらい2.975、えー、万円増えるというのが分かりますそういった関係になっているということですねはい、えー、ではですね最後にログログモデルを推定しましょうログログモデルは説明変数非説明変数ともそれぞれ、えー、元々のデータの対数を取ったものを使います はいえー、ですので、YA、y6 が、えー、こっちですね、えーと、説明変数になります。で、えー、lincome が、非説明変数ですね。こちらの方に入ります。で、OK ボタンを押します。えー、そうすると、こういった結果になりますが、我々が注目しなきゃいけないケースは0.81という値が出てきています。 これから何が言えるかということですけどもログログモデルでは説明変数が1%増加した時に非説明変数が何増えるかというのをですね見ることができたわけですねで今見たところ0.81という値になってますので0.81%増えるということです何が0.81%増えるかというと就学年数が1%伸びたきに年収が0.81%増えると いうのをですね表しているということが分かります。はいえー、ということでも、えー、と元々のですね水準をそれぞれ説明変数非説明変数に使うレベルレベルモデルからですね説明変数非説明変数のどちらかあるいは両方の対数を取った、えー、モデルまで合計4つのモデルをですねグレーテルを使って、えー、推定してみました。 傾きの係数はですねどういうふうに読めばいいのかっていうのをですねしっかり理解していただければいいかなというふうに思います。